アリとテントウムシはライバル関係？春になると草原で見かける七星テント。可愛い昆虫と思われてるけど、実は肉食。植物につくアブラムシを1日で100匹近く食べるため、農家や園芸関係の人たちからは益虫として重宝されている。しかし、そんなアブラムシを守ってくれる存在がいる。それはアリ。アリはアブラムシがいるところにテントウムシがやってきたら、アブラムシの代わりに戦って追い払ってくれる。なぜアリがアブラムシを守るかというと、アブラムシはアリに対してお尻から甘い液体排泄物、いわゆるおしっこを出して提供する。アリはアブラムシからそれをもらえる代わりにテントウムシから彼らを守っている。このように異なる生物種が互いに利益を得る関係を相利共生という。みんなもおしっこをくれる相手は守ってあげよう。